三門正面から本堂遠流寺は愛知県と橋市、神の神殿町は雑の割三十にある新州大谷派の寺院。三号は神と山で、由緒記によると明治三十年十二月十六日本山より三号、神、と山を付与された。神の富田良家にちなんで命名された。とある。三号のはその後すぐ近くにある、 その割の室上不信名者の名前ともなった。神の神殿を開拓した神の金之助が入植してきた住民の心の拠り所として、また、住民通りのために資材を投入して混流したものである。1896年4月15日をもって、春生した神の神殿は神の金之助が開拓したものであり、入植者の心の支えと通りのため、 住民通りの散策として、神の金之助が実行したものの一つである。散策とは、神社の新設、学校の新設、寺院の建立であり、一番時間を要したのか寺院の建立であった。後に、神の神殿となる海中の巣は1888年に、山口県人の毛利義久が干拓工事を寄稿したが、再三祭祀の災害に愛工事を断念し、 1893年に、神の金之助がすべてを買い取り新田の開拓を1896年に完成させた。1890年毛利神殿の時代に、豊橋大谷派別院が新設した、説教書は1892年の派遣により、すべて漂流し、その後室村の本村地内に移した、説教書で、同派豊橋別院より、毎月一度僧侶を派遣し、 説教会を実施していたが、派遣により入職者の生活が破綻し、入職者の多くが離散して、説教会が成り立たなくなっていた。神の金之助は1893年に、干拓工事を開始し、1896年の完成を待たずして、説教書を廃止して、実の割32、寺院の混流を決意し、大谷派元山出事の厚み開園指導に、 寺院混流を相談した。寺院の新設は、規則上容易には許可が得られないので困窮したが、京都府の伏見に、無重で、廃寺同様なった、遠竜寺という寺院があり、その寺席を譲り受け、その後に寺院移転の認可を得るのが都合が良いとの話となり、豊橋別院の臨番、船見の恵願士と協議した。協議の結果、前の大谷派説教書を廃止し、 さらに、土地の準備として、神殿内のあざつの割に、寺院の教育を二千坪と定め、恵願主を遠竜寺の住職として、遠竜寺を東方に移すが、そのお堂をはじめ一切の建物、並びに、英対維持金等は、神の金之助が寄付することと定めた。1895年9月に、京都伏見にある遠竜寺の移転を東本願寺並びに、 京都府と愛知県に出願し、1896年8月31日に移転の許可を受け、同時に館長に恋して、一役した別条音痴の自覚を得ることになった。その後寺院の建立を進めたが、巨大な木材の入手と運搬に年月がかかり、1904年4月15日の完成となった。なお、1906年10月に、 本願寺保守現所常人の特命により、宮部炎城が初代住職となる。宮部炎城は明治、大正を代表する大説教者である。境内二千坪に下記の建物を建設した。干拓地のため突然の津波等があった場合には、避難所となるよう、地面の傘上げと外周の囲いはでき限り堅牢に仕上げたとのこと。神の金之助は幼い頃より、 宗教心に厚く、熱心な新州の信者であり、後に、東本願寺の古問にもなっており、大谷派本願寺の直詞門は、神の富田の両家が寄進したものである。また、文化財に指定されている、大谷派本願寺の主労働再建も、神の金之助の寄進によるものである。新州大谷派神、富山遠流寺有書記遠流寺。2020年12月7日閲覧。 A じゃないか、豊橋。豊橋観光コンベンション協会。2020年12月7日閲覧。今泉卓二郎。県外模範事業視察機。北越新報社。豊橋百科事典。豊橋市。2019年2月1日閲覧。豊橋百科事典,典。豊橋市。2019年2月1日閲覧。豊橋百科事典。豊橋市。 2019年2月1日閲覧。豊橋市立商業学校。開校20周年記念東三河。産業功労社伝。豊橋市立商業学校 ABC 豊橋市立商業学校。開校20周年記念東三河。産業功労社伝。豊橋市立商業学校 ABCD 豊橋百科事典。遠流寺豊橋市。 P84、2019年2月7日閲覧。上前、明け寺の歴史。新州大谷羽防島ご坊う上明け寺。2019年2月1日閲覧。今泉卓次郎。県外模範事業視察機。1100余丁部の神の神殿。北越信仰社と橋市立商業学校。東三河産業功労社殿。毛利義久。 豊橋市立商業学校、新州大谷派豊橋別院、新州大谷派岡崎教区、2019年1月18日閲覧、神の金之助1904、愛知県厚見郡編、厚見郡氏、政編、愛知県厚見郡、ありがとうございます。